毎度帝国デストロンです。どうもどうも皆さん、今日はですね、この前、アナウンスさせていただいた通り、皆さんと一緒にじっくり、考えたい動画に、したいと思います。今日のテーマはですね、ズバリ。はい、またこれですね。いわゆる解体商機サザビ。について、最後に、お話がしたいと思いますが、今日はですね、なぜこれを取り上げるかというと、これはですね、我々が大好きな、玩具、この場合はですね、ハイエンド玩具の中で、史上かつてない、値段、18万9200円のすごい超高額フラッグシップアイテムになってるにもかかわらず、あっという間に秒殺された事件が起こりました。この前の動画ではですね、僕リアルタイムで8月2日、日本時間の16時、僕の場合はすいません、16時1分から、中継はさせていただいたんですけれども、まあ、16時1分から、全然入手不可能な状態でした。僕にとってはですね、これは明らかに事件です。ハイエンド玩具の市場の中では、未来を決定的に決めちゃった。不可逆的な、事件にはなってしまったので、これから我々の、大好きな市場はどこへ向かっていくのか。今日はですね、それについて、一緒に、考える動画に、したいと思います。ということで、僕は外人のくせに早口であって、たまに僕の日本語が聞き取りづらいという、書き込みが、書かれたりする場合がありますので、今回は、僕にとって内容はとても重要な動画になりますから、ゆっくり喋りながら、未来のことを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まずはですね、今日の動画のサザビのことを話しながら、メインにこのハイエンド玩具の未来市場について、考えたいと思いますが、皆さん、今日の動画を、3点に分けるつもりです。すいません、これパッと見ちゃうと、なんか大学の授業に見ちゃうかと思いますけれども、やや私たちの大好きなことについてお話しいたしますので、気軽に来ていただければ、かと思います。もちろん、ね、多少は長い動画になるかと思いますが、ラジオ感覚で、好きな時に、聞いていただければいいかと思います。まずはですね、今日の動画で僕3つのポイントに触れたいと思います。1、解体商機サザビの値段は妥当なのか。だって20万円近くする値段はどうよということについて。2、バンダイ社の商法と、その狙い。特に僕、外人という、プラスの利点を生かして、で、外国の玩具も好きなので、外国のメーカーとの比較をしながら、今、ある意味、バンダイ社がやってることは、海外メーカー、結構だいぶ昔からやってることなので、それと比較しながら、ちょっと考察していきたいと思います。で、第3、これ僕にとって一番、重要かもしれないんですけれども、このハイエンド玩具市場の高騰が、これから、すでにもたらしてるんだけれども、これからさらにもたらしていくであろう闇の部分、
について、最後に考えたいと思います。はい。まずですね、1点目についてお話ししましょう。解体消費サザビの値段は妥当なのか。これは間違いなく傑作品だと思いますが、しかしその値段は、いわゆる、おもちゃと言っちゃ、もう、はばかれる。もうおもちゃと呼んじゃいけない。最古の、ホビーアイテムであるこの解体消費の値段は、しかし、メーカー規模価格、18万9200円。ですよね。もう、前代未聞、見たことないような価格です。じゃあ、その価格は妥当なのか。で、まずこれを話しするときはですね、これはあくまでも、これについては、すでに過去にオタファさんが10分ぐらいの、この解体消費の、いわゆる、手に入れるための戦いの火蓋が切って落とされる前に、彼が10分ぐらいの動画を出して、彼こそについておっしゃってたのは、これはまでも嗜好品であって、嗜好品は人によってもう全然価値が違いますということで、全くそれはその通りなんですね。嗜好品ですから、値段は合ってないようなもんです。客観的に、このアイテムに対して値段を決めるのは、ほぼ客観的な値段は無理です。皆さん、このようにある客観的な値段は、基本的にね、例えば一番わかりやすいのは、皆さんが割と一般的に使う、結構多くの方々が買い求める、例えば家電。わかりやすくそれ絞ると、AV 機器。例えばテレビであったりとか、普通のハイビジョンか 4K か 8K か。値段はもちろん違いますよね。か、それでも、例えば、ブルーレイレコーダー。ブルーレイレコーダーで、中の、チューナーが3つが入って、3つ同時録画できるか、それとも、ハードディスクが3テラ、4テラなのか、1テラなのか、それによっては全然値段が違ってきますよね。それでももっとわかりやすいのは、スマホですね。例えば、スマホの場合は、中のハードディスクを、256で、処理速度を決めちゃう。RAM は8とかね。かそういう程度だと、中間から上、中の上ぐらいのスペックになると、それは3万円とかね。で、新品に手に入れるのはほとんど不可能なんですよ。ああいう、性能あたりのものだと、基本的に5万以上するパターンが多いんですよね。あれ、大体性能がものを言うんですよ。しかし、嗜好品になってくると、全然違ってくるんですよね。もう、で、私たちの、ハイエンド玩具の市場は、割とまだまだ、新しいんだよ。なんだかんだ言って。日本においてこれがね、僕がハイエンド玩具の市場がスタートしたのは、超合金魂が。GX01 マジンガ Z からだと思いますけれども、日本ではね。全然新しい。考えてみると、四半世紀が経ったばっかりなんですけれども、例えば、他の市場を考えてください。陶器であったりとか、ブランドバッグであったりとか、そういうものとかね。例えば、陶器はね、G-SHOCK とか、ローレックスとか、下手すると、この値段はね、01個、もう超高級時計、下手すると、まだ2個ぐらいつくんですよ。で、それに使われている素材、もちろん時計はね、すごく、テクノロジーの塊であったりするんですけれども、だけれどもさ、150万とかね、そういうものをたまにあったりするんで、使ってる素材で150万、仕事絶対ないね。ね、
で、覚えてるの、僕、ガキの頃は、うちの親父がね、純金ともいないか、まあ、とりあえず、黄金ね、18カラットの、で、全部でできてる時計を、持ってて、うわ、すごいこれ高そうだなと思って、まあ、うちの実家の、経済が傾いてしまったり、売らざるを得なかった時は、俺、すごいするだろうなと思った、18カラットの、金やで、時計は、めちゃくちゃ安く売り叩かれたんだよね。あれが、金でできてるのに、それでも、意外と大して高くはないんだ、売るときに。ね、商材も高そうに見えるときは、意外とそういう嗜好品が、普通にいっぱい100均で買う時計じゃなくて、普通のまあちゃんとした高い時計は、やっぱり使われている商材と、市場が与えている価格は、隔たりがあるわけなんですよ。で、もっとわかりやすいのが、例えばですね、ブランド品のバッグなんですよ。ヴィトンとかプラダとかそこら辺が、とんでもない値段するんですけど、使われている素材は、言っちゃ悪いけど、ものすごい高額な素材とは限らないわけなんです。で、僕が、例えば着物業界で、仕事やってる知り合いがいてて、その知り合いから聞かされたのは、いやいやいや、着物ってさ、値段あってないようなもんなんですよ。その売る側と買う側が、それにどういう価値を与えるのか、それで全て決まっちゃうわけなんですよ。嗜好品の、つまり市場はそういうもんなんですよ。だからこのサザビも同じなんですよ。この値段は。それこれ、欲しい人にとっては、これは安いかもしれないけれど、いらない人にとっては、これまた、なんでこんなもんにこんな値段出さなあかん。それを前提に置きましょうね。前提に。で、なんで、今こういう価格は妥当かどうか、もうちょっと僕は捨てるかというと、まあ、前の動画においてはですね、もう結構、適水、厳しい、コメントいただいて、僕、過去の動画において、GX 薬大工マリオについてお話しして、これはですね、希望価格は8万2500円。で、これは、僕、それ高すぎだろうっていう、ボロクソ言ったんですよ。で、念のために僕を申し上げますが、この GX 薬大工マリオを僕は持ってます。買ってよかったと思います。で、上にある、解体初期のサザビ、買う予定はなし。万が一、希望価格18万9200円の、で、もし買えたとしても、僕買わないと思います。これ、念のために僕申し上げますね。で、だけど、もちろんね、嗜好品なので、すべて客観的な評価を与えるのはとても難しいんですけれども、この大工マリオの規模価格は8万2500円は、ありえないほど高いと思います。で、サザビの値段は、僕が基本的に、まあ、そう、高いのは高いんですけど、サザビの値段と比べると全然妥当だと思います。え？って思われる方がいるかと思いますが、ものが全然違います。まず、このサザビは、すべて揃っております。過去においてはですね、このサザビは、ね、このサザビ、その解体初期第1号の、まあ、次、これ話しながら、今ちょっと Amazon などそこら辺のページをちょっと見ていきましょうね。まあ、その前に解体初期のホームページを見ましょう。まずこの解体初期は3000個のパーツから作られてて、まあ、究極の造形なんですよね。で、あとこれについてもいっぺん見たいと思いますが、ですね、これちょこっと、ここに映ってるファンネルとか、武装とか、すべてね、揃ってます。パッケージに全部入ってるんですね。過去に売られてた解体初期のニューガンダムは、あれは売り方すっごくえげつなくて、ニューガンダムのみ売って、ピンファンネル別売り。
あれも別売り、これも別、例えばね、このメンテナンスハッチも別売りとか、すべて別売り。で、解体商機の、ニューガンダムは、例えば、確かに10万ちょっとぐらいで、あとファン、フィンファンネルが3万ぐらい別、メンテナンスで、まあ、2万ぐらいで別、あんなもんばっかりなので、値段全部合わせると、このサザビとに近いんですよ。で、このサザビがどうしてもボリュームを考えると、ニューガンダムより全然ボリュームがあるんですよ。で、4キロ近いですよ、これ。オタファーさんから実際手に持ったことある、鉄はあれを持つような感覚があったとおっしゃってたんですけれども、4キロですよ、の動くフィギュアですからね。ここがポイント、4キロの動くフィギュアです。もちろんね、重たければいいってわけじゃないんですよ。これもね、まあ、いわゆるちょっと、見方は悪いけど、素材のことあんまりご存知でない方は、とにかく重たい鉄、重たい金属だったらいいっていう、勘違いされる方は結構いてますけれども、そこそこ品質の高い、品質の高い結構高額なプラスチックもいれば、品質の低くて結構ね、粗悪な金属の、素材もあります。ね。だから、中華のものすごい拡張、トランスフォーマーの、例えばですね、粗悪な拡張パチとか、あれ結構金属の部分使ったりしますよ。あれは意外とすごい安い金属使ったりするんで。だから金属であればいいし、プラスチックであったら悪いと、僕言うつもり全くありませんが、やっぱある程度重みのある、フィギュアを手に持つと、これ特にボリュームのあるフィギュアだと、ものすごい満足しますね。コレクターは。で、とにかく4キロ近くであるたらゆるものがすべて箱の中に入ってます。それに対して、まあこれ、ホテル、あとまた見ていきたいと思いますか、これについてね。大熊流、去年販売に出されました。大熊流は僕持ってます。手に持つと、まあ1キロちょっとぐらい超えてます。まあまあ、それがボリュームめちゃくちゃある商品なんですけれども、全部外金は結構金属の部分が多くて、すごく満足感得られる、まあこれはね、ちょっと大きくしましょうか。これ以上大きくならないか。まあ、満足感得られるようなものなんですが、この大熊流ってやつはですね、金属がこの、足の上のこの黒いプレートのみです。あとは全部プラスチック。だからよく言われているのが、この外金は、超合金魂にふさわしい名前なんだけど、この大熊流は、まあ、いわゆるジャンボマシンダの21世紀版ということなんですね。で、この商品を買った人たちが、超合金魂って書いてありながら、超合金の合金のほとんどないということで、いわゆる商品の名前と、中に入っているの商品と、明らかな乖離があります。で、僕がこれ手に持って、まずも持ったのは、この例えば赤いプラスチック、ここにこの尻尾のボールジョイントの赤いこのプラスチックの、まあ見た目の粗悪感が、それこそ30年前ぐらいの中華トイスの、これ子供に渡すと子供泣いてしまうような、超粗悪感が、もう丸出しの、この何とも言えない、この色も目でも見たくもないような、ふっくて安っぽいプラスチックの色、嫌だーっていう感じの、結構ね、印象すごく受けるんですよ。だから部分的にはちょっとこれはないやろうって、いうところありながら、でも全体的にこの大熊流、僕嫌いじゃないし、持っててよかったと思いますが、だけどね、これの品質と、もともとの値段8万2500円は明らかにないです。あまりにも乖離しすぎてる。で、なんといっても皆さん、この場合はですね、さっきの、例えば統計であったりとか、まあ、ブランド品であったりとか、すべてこのものに、この試行品に、価格を与えるのは市場です。市場です。
解体初期のササビが、あのとんでもなく20万近い値段なんですけれども、秒殺されました。もう残ってないんですよ。まだ12月には多少ながら手に入るかもしれないんですよ。もう残ってません。この大工マリオは販売に出されたのは、去年の12月、まあ、半年以上経っております。で、今はまだ Amazon Japan ので手に入ります。Amazon Japan ので出してる違うストアじゃなくて、Amazon Japan 本家にまだ在庫が残ってて、値段は今5万円なんですよ。つまりマイナス 39%。市場が、ユーザーがこの大工マリオの妥当な値段をこれですよって与えてしまってるんですよ。酷だろうけれども、これ市場の価格なんですよ。で、僕が6万7千ぐらいで、販売日にすでに買ったんですけど、すでにその時、アマゾンでは6万7千だったんですよ。元の規模価格よりは、1万5千安く。でも、今考えてみると、僕1万7千円。高く買ったんだよ。虫ぞ走るんですよ、普通に考えると。おそらく僕と同じ思いされている方がいます。もちろん、そんなこと考えちゃいけないのは分かってますけれども、僕みたいに、結構ね、めちゃくちゃ我慢して買ってる人からしてみると、ふざけんなという、その人間の、まあ、感情にでもあるんですよ。それは仕方がない感情なんですよ。だけど僕を買って後悔してるかといったら後悔していませんよ。今もういっぺん買い直すかって言われたら、もう買い直しますよ。間違います。間違いなく。僕大変満足してます。だけど、8万2500円は高すぎます。なんで高すぎるかというと、もう一つの理由は、それサザビとは全然そこが違うところで、オプションパーツ、つまりミラクルドリルとか、そこら辺がね、ジャイアントカッターとか、そういうところが別売り、バンダイが、魂ストアで手にしか、でしか手に入らない、1万9500円で別売りしちゃいます。で、それ余計にこれ、値下げされません。で、あれが全部プラスチック、全部合わせると規模価格だと10万を超えちゃいます。で、皆さん、この大工マリオが全部のために10万以上出すの妥当かと思われるか、まあ、市場がノーと叩きつけたんですよ。まあ、8万2500円の使われている総材と本体の価格にからは明らかに僕が嗜好品なんで、客観的な値段を与えるのは難しいと思いつつ、あまりにも乖離しすぎてるだろうという相手に、しかも不完全品、オプションパーツ別で買ってねということだと、まあ、売り方としては悪質。僕が思うには、この価格で全て含まれてるんだったら、またなんとなくわかりますが、この別売りの場合は、安い商品だったらわからなくはないんですよ。安いとか2万円台の商品だったら、例えばですね、まあ、ゲッタロボ GO とかね。で、アップグレードパーツは別。他のアップグレードパーツいらなかったから買わなかったんですよ。それだったら分かりますよ。彫金騙し、一般の値段の彫金騙しだったらまだ分かります。だけど、これ、彫金騙し GX100 記念碑的なものに、これだけの値段なのに、オプションパーツは別、それはないです。いくら箱がすでに大きいし、これ含むオプションパーツを含むと箱でかくなりすぎると、まあ、いけないとかね。それはごめんなさい。それはちょっとただの言い訳やと思います。まあ、なし。この銭儲けの仕方、あまりよろしくはないと思います。この科学の商品にとっては。ニューガンダムもしっかり同じです。ニューガンダム売ってるのに、フィンファンネル別だと、本当に強制されたニューガンダムなんですよ。ありえないなんですよ、それは。ね。で、今回は、かつてない価格なんですけど、でも全て箱の中に入っている阪神館は、僕、すごくプライスレスだと思います。だから、それもあって、僕は値段は
まあまあ妥当なんです。で、今回のサザビは、今は、僕の動画のコメントの中に、この GX100 との比較も入ってたので、もうこれ、比較で取り出したんですけれども、でも今回、売られているこの GX100、サザビは、一般的な玩具ではなくて、違うものと、比較した方が部分的にいいかと思います。その前にですね、その前にですね、現状の確認も必要です。GX100 が、例えばですね、この値段に今なっております。じゃあ、サザビはネットで出回ってないかといったら、皆さんネットで回ってますよ。見てください。今の値段は64万8300円です。すでに出ちゃいました、転売屋さん。転売屋さん、いらっしゃい。すでに出ましたね。で、ちなみに楽天の場合は、どうなってるかな？62万、8979円。で、なんて、送料は？送料はもしかすると無料かな？まあ、わかりません。再び、転売屋さん、いらっしゃい。当期の場合は送料無料です。これは何を表しているかといったら、現在は、このサザビ、解体初期サザビの、市場では、この値段は相場です。62万、63万円ぐらい。で、GX100 の相場は5万円です。市場が与えてる値段の乖離、ここまでも今あるわけです。残酷だけれども、そうです。で、しかしこのサザビは、比べる場合は、単なる玩具ではなくて、僕が、これが動くスタチューだと思ってます。スタチューだと、スタチュー、つまり、彫刻です。日本の、僕も日本に住んでるんでよくわかりますが、家の規模考えると、この大掛かりな彫刻を自分の家に置けませんけれども、海外ではよくあることです。特にアメリカではですね。で、今ではもうスタチュー市場で、まあ一番、ある意味ね、まあ一番ってちょっとね、僕の規模価格、それは規模それに入れちゃってるんですけれども、まあ海外においてもすごく認められているメーカーとしてはね、これは本当に日本の一つの誇りやと思いますが、プライムワンスタジオ。これはすごく有名なメーカーなんですよ。ちなみにですね、僕このメーカーさんの家の大きさで言うと、もう出ないんだよ。1個だけ買ったんですよ、昔。トランスフォーマー、リベンジ・オブ・ザ・フォールの、に出てくるメガトロンのスタチュアを持ってます。実はとね、このメーカーは面白いことなんですけれども、一人の女性がゼロから作ったメーカーなんですよ。今年は10周年なんですが、こっちの女性はもともと盆栽職人の娘さんで、このフィギュアとか大好きで、トランスフォーマーの劇場版が好きで、映画版ね。で、オプティマスプライムを買ったんですけれども、オプティマスあるのにメガトロンないのがおかしいよって、ムカついて、じゃあ自分で作るわ。で、自分の会社立ち上げて、で、まあ、最初に出した、商品が、当時は17万だったかな？する、どでかいスタチューだったんですよ。で、ホービージャパンとかいろんなところに宣伝が載ったけど、さすがにいきなり知らんメーカーの、あんな値段出すかということで、最初の商品だけが猫ずれして、で、僕が8万を、まあ、人生で最も高い買い物だったんですけれども、ホビーにおいてはですね。でも8万円で、アマゾンで買ったんですよ。で、まだ僕持ってる、もちろん唯一のやつなんですけど、
あれの細かさ、造形数のすごさ、僕、第1号しか持ってないんで、他のものわからないんですけれども、ここはすごい、世界中でめちゃくちゃ有名なメーカーなんですよ。例えば、これがもう、トランスフォーマーエピソード4だったかなに出てくるガルバトロンなんだけど、この細かさ、見ての通りもんなんですよ。すごいんですよ。すごすぎますね。もう、僕を持ってるメガトロン、結構ね、もう近くで見れば見るほど気づくんですよね。ものすごく細かく作って作って作って、部品合わせてスタートにして、もう最古の嗜好品なんですよね。と言って、まあ、よしなわけなんですよ。もちろん、スタッツ彫刻なので、動けないんですよ、こういう場合。動けませんが、これが普通なんですよ、海外では。だって、スタッツを飾るもんで動かすもんじゃないんですよ。だけど、品質がすごく高いということなんですね。で、まあ、唯一あるとしたら、こういう場合のね、ものだと、あ、メガトロの頭ですね。エピソード4に出てくるやつね。これは、このメーカーのホームページで直接買うとついてくるおまけなんですよ。で、こういう類のものにおいてはですね、唯一、まあ、表情変えようと思ったら、例えばですね、手にブスではなくて、右手にある武装ではなくて、普通の、右手も普通の手にするとか、そういう、まあ、パーツ交換。これ基本的にマグネットで止めてあるので、いろんな、胴体であったり、胴体と腕であったりとか、胴体と頭であったりとかね。頭は普通バージョンとダメージバージョン。だいたい2つが箱の中に入ったりとかね。そういう場合で、パーツを変えることによって、表情の変化を持たせる、ことしかできない。物動かないんですよ。で、値段は、この20万以上は相場なんですよ。この同じ集団のメーカーがエヴァンゲリオンとかいろいろ作ってます。セントセイヤとかね。もう大量に日本のアニメいっぱい作ってます、ものね。これすいません、映画、僕持ってるのがトランスフォーマーザ・ムービーの、メガトロンなので、それに近いものを探してきたんですけれども。でも、あくまでも動かないんですよ。ね。で、このサザビは、僕は限りなくそれに近いと思いますよ。だからこれ比べるときは、今まで出た玩具と比べちゃ、メタルストラクチャー比べたらダメです。これはあくまでも動くスタチューなんですよ。世界を見渡しても、最古の一番、造形の細かい嗜好品とされる、スタチューに、匹敵するんで、あれ、匹敵しながら、動く商品としては、僕、かつてないものだと思いますよ。もう見てください。このもう造形の細かさ。で、ハッチをフルオープンして、中全部ディテールが見れるんですよ。GX 約大工マリオでこんなこと絶対ありえないわけなんですよね。ものは全然違います。だけれども僕は GX 100で満足してます。これは買う予定はないんですけれども、客観的に見て、例えば、動かないスタッチはあれだけの値段なんだから、これは、まあ確かにスタッチもちょっと大きいんですよ。60センチぐらいであったりするんですけど、これは、まあ、大きいというか、サザビめちゃくちゃボリュームあるからね、身長ではなくて幅とかね、で、4キロ、まあ、スタチューの場合は40キロしますけど、ただ、素材が重たいだけなんですよ。だからそれだけ重いんです。人工石ですからね。これ4キロもする、これだけの、まあ、造形を誇るアイテムだと、嗜好品なので値段合ってないようなもんなんですが、僕からしてみると、それほど極端にスキャンダラスなほど高い値段だとは思いません。まあ、これは僕の結論。あくまでも、僕の考え方であって、で、
まあ、僕、出せる結論としては、これ一般的なアクションフィギュアよりは、スタチューに近い商品であります。特に外国人の目からしてみると、特にそのように感じております。はい。で、これだ。で、僕の解説動画の第一章、最初の部分が、第一の部分がこれで終わります。次は第二章に入りたいと思います。